笹井金山は、栃木県宇都宮市、笹井町に存在した鉱山。富井鉱山とも称する。名前の通り金を算出していたが、第二次世界大戦後は、銅鉱山として創業していた。この鉱山により、笹井は、金山千軒、と千軒と称する繁栄を見たと伝えられる一方、歴史上多くのものが採掘に乗り出しては失敗した。 1973年に閉山したものの、採掘時に歌われた、ササの金掘り歌は、宇都宮市の無形文化財の指定を受け、歌い継がれている。いつから採掘が始まったのか、どの程度の金を算出したのか、など不明点が多く残された鉱山である。その中で、戦国時代に、佐竹氏が開発したとする説が有力ある。春名山麓にある、東海寺には、 佐竹氏が、長六年間に国蔵菩薩を、日立国中郡村松村の村、松山国蔵堂から誕生し、境内に国蔵堂を建て金山の守護寺とした、とする伝説があり、その根拠の一つとされる。二、佐井金山で働く人が増えてきたために建立したと、する説もある。また、郷土に伝わる佐井の金掘り歌に、佐竹奉行は俺らの主よという一説があること。 当地を支配した宇都宮氏と佐竹氏の間には隕石関係があったこと、元気3年12月の波前期鎮圧の際に、宇都宮弘綱が佐竹義重に応援要請し、共に出陣したことも、傍傷となっている。佐竹氏は領地に、闇溝金山、土地原金山、南郷金山など、複数の金山を有し、金の生産技術に長けていたため、宇都宮氏が佐竹氏に頼って、 金山開発を行ったというのである。宇都宮市は、日光山への備えとして、日光街道沿いの6キロメートルというタンク間に、徳次郎城、下、横倉城、虎見山城、石灘城、井の倉城と、過剰なほど市場を建設したが、真の目的は、支え金山を守るためだったという説もある。これらの市場や宇都宮市の新たな居城である、滝城の建設費、 沼尻の合戦における2000兆もの鉄砲の調達費は、金山から得られた利益を原資の一部としたとする見解がある。古文書では、豊臣志蔵、治め目録に、慶長3年に、浅野団長が、家屋国宇都宮領の黄金さんから、金18枚を豊臣秀吉へ運上した旨が記録されている。浅野が宇都宮を治めたのは、宇都宮国綱が解役された後のわずか、 半年間に過ぎない上宇都宮領内で、笹井金山の他に金を算出できる場所が存在しないことから、朝野が秀吉に収めた金は、宇都宮市の統治時代に、佐竹氏が笹井金山で採掘した金だった、とするのが通説である。なお、佐竹氏は徳川家康により、慶長7年に、出羽国秋田へ転封させられたことから、同時に、 笹井金山の採掘も中断したものと推定される。江戸時代初期にも採掘していたとする説もあるが、証拠となる資料は存在しない。笹井金山の記録が再び現れるのは安政3年のことである。この年の11月7日、宇都宮藩は江戸幕府に対し、笹井村の男山、鳥の子で金を採掘する許可を求めた。 時の宇都宮藩は、戸田市7.7万国であったが、自然災害や百姓の逃亡により、実際の年間収量は5万国程度だった。よって、藩の財政は厳しく、再建策もうまく運ばなかった。そうした折の天保を6年4月、山市の御ヶ右門が発見した、新たな金鉱脈の事業化見通しを御金奉行が藩に報告し、 安政3年の採掘願いでに至るのであった。採掘の許可は11月24日に下り、宇都宮藩は死掘の結果、いささかながら出勤したと報告し、幕府は古金改め役所に金を納めれば買い取る旨を12月25日に通達した。宇都宮藩は安政4年4月下旬までに休館の金を納め、本格的な採掘のために、幕府の老中、堀田正都氏に、 資金援助を申し入れた。同じく財政難にあえぐ幕府は、採掘した金からの利益で毎年800両ずつ返還するように、との条件をつけて4000両を藩に貸し付け、その資金で資材を揃え、採掘するよう申し渡した。そして宇都宮藩は安政4年8月までに追加で11巻450問目の金を納めるとともに、さらなる援助を願い出た。 幕府は追加で1万千両を藩に貸し付け、宇都宮藩は安政5年10月に約1年分として22巻670門目の金を上納した。そして幕府に3度目の援助を申し入れ、11月15日に1万5千両の貸し付け許可を受けた。これにて、佐々金山の記録は途絶え、わずか2年で採掘事業は終了した。宇都宮藩の記録によれば、 末期には、家臣から金細工や太刀、鎧など金を使っているものを供出させ、集めた金を鉱山市の佐々木佐大門が金海へと吹き直し、幕府に収めたといい、資金援助を求める理由として地盤が悪い上に、出水が多いことを繰り返し上げていた。この記録をめぐっては、次のような解釈が試みられている。一つは、資金難や採掘技術の未熟により、 金山経営に失敗したとする説である。この説では、家臣から集めた金を金塊に吹き直したのは苦肉の策であったと解釈する。もう一つは、幕府から借金をするために、宇都宮藩の家老、兼勇気が仕組んだ芝居だったとする説である。この説では、家臣から集めた金を金塊に吹き直したのは幕府を騙してお金を借りるためであり、地盤が悪い上に出水が多いことから、 宇都宮藩は最初から本格的に採掘するつもりはなかったと解釈する。いずれにせよ、幕府が倒れ、藩が解体されたことにより、借金問題はうやむやになった。採掘方法機会のなかった当時、路頭に正方形の穴を開け、その中に松明を掲げて入り、鉱石を採取し、石薄で引くという方法で採掘していた。 この時に使っていたとされる石臼が、東海寺や近隣の農家に残されている。この臼は直径30から40センチメートルほどで、いくつか減損するものの、上部か下部のどちらかのみの場合がほとんどで、両方セットで残っているのは稀である。明治維新後、新政府の金融財政を担当した、百合木美政が外国人技師を引き連れて、採掘に乗り出したものの、 事業は軌道に乗らなかった。その後、1894年に三井鉱山が機械を導入して大規模な採掘事業に挑んだが、2から3年ほどで失敗に終わった。そして、大島鉱山、日立鉱山、日東鉱山と採掘者を変えながら受け継がれていったが、いずれの事業者も成功を収めることはなかった。1943年には、 金鉱山性微齢によりすべての金鉱山が閉山、旧山となったため、採掘が停止した。1955年、東方ア鉛が富ミ鉱山として炭鉱を再開したが、1973年に廃校した。第二次世界大戦後に再開した栃木県の金山は、いずれも金鉱山としては再生せず、銅や亜鉛などの採取に変わり、 富江鉱山も銅鉱山として稼働していた。東方和園によるそこの産出量は合計で約8.7万トンであった。1977年時点では、鉱道から流れる銅を含んだ地下水を中和するために石灰の投入が続けられていた。現地には採掘当時の鉱道口が残っているが、危険なため全て塞がれている。 春名山周辺に整備された、登山道で金山跡に通じるものはなく、金山跡へ向かう道は荒廃し、たどり着いても金山跡は危険を伴う。採掘事業は停止しているが、採掘権は消滅していないため、権利を持たない者が自由に採掘することはできない。東海寺から南東へ、春名山の方へ進み、V 時刻を奥へと進んだところに金山跡がある。 鉱山開発された場所は時代によって異なり、春名山、男山、本山など、笹井町南東部の丘陵地帯一帯にここから6カ所の鉱山跡がある。高校の高さは0.7から2メートルと、大小様々で、すべて塞がれている。また、笹井の賑わいを伝える、金山千軒、都千軒の地が、生じ勝ち町として残存し、付近には、 当時の野仏がいくつか確認できる。富井鉱山で産出された石英鉱山の地質は主に第三期の流門岩で採掘対象は流門岩の中に含まれるものだけであった。他にも緑色業界岩や業界隠れ岩、砂岩が分布する。採掘されてきた主な鉱物は自然菌や黄銅鉱であり、石英、輝き草塩鉱、鉱鉄鉱、赤鉄鉱、 白鉄鉱紫水晶、千亜炎鉱パリゴルスキー石、自然道も算出した。特に紫水晶は、先端部が淡い紫色を帝し、比較的太い水晶として算出するのが特徴で、鑑定番組で高い評価額がついて注目されたことがある。鉱脈は3度の硬化作用を受けており、早期、中期、晩期に分類できる。早期は、 最初の硬化作用を受けた鉱脈で、主に金と輝き層塩鉱を含む石英の鉱脈である。輝き層塩鉱と金は同時に含まれることから、輝き層塩鉱は金を発見するための目印として利用された。中期は2番目に硬化作用を受けた鉱脈で、鉱山の下部に重晶石を生成した。晩期は最後に硬化作用を受けた鉱脈で、鉱山の中部から下部にかけて、 王道孔や千藩孔を含んだ石英の鉱脈である。ここでは抜け殻と呼ばれる空洞ができた石英が採掘できる。抜け殻は中期にできた重晶石の周りを晩期の石英が取り囲み、重晶石が溶けて出来上がったものである。鉱山の上部は最初の降下作用のみを受け、下部は過去3度の降下作用すべてを受けている。支えの金掘り歌は、 笹井金山の甲府が採掘時に歌った作業家。起源は漢文年間とされる。笹井金山は旧山、平山を繰り返してきたが、金掘り歌は継承され続けてきた。ただし歌詞や節は時代による変遷があり、金掘り歌をもとにした草刈り歌も作られた。1963年に宇都宮市指定無形文化財となった。歌詞にあるガンガラは、 春るなさんの別名である。葉っぱかければ、切り葉が伸びる伸びる切り葉が金となる曇るガンガラだからの、山よ里に黄金が流れ出る甲府さんなら来ないでおくれ。一人娘の気を散らす響く土音女房が聞けば、黄金集めて、背負い出す右に土持ち左に鉄金一つ打つたび、火花散る、当該通して、黄金を掘れば、黄金孔で目が眩む佐竹奉行は俺らの主よ。 恵みや月で精が出る夫婦揃うて、黄金を掘れば、いつか、我が家に煙立つ、些細の金掘り歌。ありがとうございます。